メルシーモンさんは日本の競争は2010年の中山グランドジャンプの勝ち馬である。中山グランドジャンプ表彰式にて北海道の三国ファームで生まれる。2歳児の2007年12月に中央競馬でデビュー。しかし平地競争では10戦して5着2回が最高と惨敗が続き、3歳の秋に障害競争へ転向した。しかし、ここでも苦戦を強いられ、 2009年8月の障害、未勝利戦でようやく初勝利。オープン2戦目の終了ジャンプステークスで4着に入ると、続く中山大障害では、キングジョイの5着に入る。翌2010年は、ペガサスジャンプステークスで6着に入った後、中山グランドジャンプに出走した。このレースは、本場と同馬や同馬種のメルシーエータイムが人気を集め、モンさんは8番人気。 しかしその A タイムは落馬、競争中止し、バグン中断で足を溜めていたモンさんが直線で、豪快の子、オープンガーデンの追撃を振り切り、ゴールイン。通算2勝目が、重賞初勝利となった。レースタイムは5分も超える過酷なレースで、勝因は、母系のミルリーフからのスタミナと普段より、距離パートナーであり、安城の高野博士タスクの後期上、この勝利が、 本年の初勝利でもあった。その後故障により長期休養を余儀なくされる。2012年3月中京の平地競争で2年ぶりに戦戦復帰したが13着。中山グランドジャンプでは先行するも失速し13着に終わった。2013年の中山グランドジャンプで左前、つなぎ人体不全断裂を発症し、競争中止。 この競争を最後に4月17日付で競争場登録を抹消された。引退後は滋賀県東大見市の忍者ホースクラブで乗馬となる。その後、2017年にはホーストラスト鹿児島に移動している。母の弟に中山大障害が,がちのメルシータカオ、その他近親にメルシーアトラメルシーステージがいる。ありがとうございます。